はいあの、こちらはトッケビのエリートスキンという衣装のコスプレなんですけどもともと一プレイヤーとしてレインボーシックスシージープレイさせていただいたんですけどあの昨年はまあその招待していただいてあの会場でまあ1人の お客さんじゃないですけど関係者として見させていただき、そして今年はお仕事をいただき、そしてゲーム内に出てくるトッケビというキャラクターのコスプレをさせていただき、私も大会に携わらせていただいてとても嬉しいなと思います。毎年楽しく見させていただいてるんですけど、もう今年はあの四強と言われていたチームがもう残り 1一あのあ一チームになってしまったりとにかくもう本当に何が起こるか最後までわからないので本当に1プレイヤーとしてもそして、えー、お仕事としてた携わらせていただいている身としてもすすすごくすごくく楽しみですはい、はい、あのこちらはトッケビのエリートスキンという衣装のコスプレなんですけどあの実はこの靴のここの部分だったりあとはここですねガジェットのところだったりさらにこの。 ちょっと隠れちゃってるんですけどこういった衣装の一部だったりあとはリュックですねにもこのキャラクターの、あのー、プリントがされているのですごくこう細部にこだわって作っていただいた衣装でとてもお気に入りです。 はい、あのもともとコスプレ自体は1 2 3年くらい前から続けてあのやっていたんですけどあの5年前ですかね今の事務所に入ったのがきっかけでこうしてお仕事だったりあの、まあ、タレント活動みたいなことをさせていただいたのがきっかけかなと思います。